都市の巫女、刻み師一線の灯火。ねえあなた、美穂という名前はどうかしら。美しい炎と書いて美穂。美穂素敵な名前だね。私たちの娘らしい良い名だと思う。まるで金子様を思い起こさせる。ええ、お刀を、そして玉鋼を鍛える火事の女神、私たちの金子様の炎のように輝く、そんな子に。本日付で折紙家から正式に下賜された。これがお前のお刀、火手清光だ。心して受け取りなさい。はい。これが清光。あれ、このお刀先端がない。これもしかして欠けてる。いい、うん、すっごくかわいい。ザ、私だけのお刀って感じがする。よろしくね清光。いっぱい荒玉を切って切って、みんなのために戦おうね。運命なのだろうな。そのお刀がお前を選んだことはすまぬな美穂の。若くして亡くなったお前の両親のことも、若いお前がそんなものを振らねばならないことも、お前の体のことも、すべては。ん？どうしたのジジイ。両親って言った？それお父さんとお母さんのこと？いや、少し昔のことを思い出していただけだ。今はそれ、そんなことよりも、そのお刀を刺したお前の姿をよく見せておくれ。美穂ちゃん、美穂ちゃん、ちゃんと聞いてる？え？あれ、ここは？美穂ちゃん、どうしちゃったの？決戦前なのにぼーっとして。うん、お姉さんちょっと心配かも。そうです、大事な戦いだから。ほのちゃんも気を引き締めていきましょう。ごめんジネ、キヨカ、ちょっとだけ昔のことを思い出しちゃってて。もう大丈夫だからね。本当かよ。ただでさえミホッチはノロを引き寄せやすいんだぜ。シャキッとしてくれっての。うん、大丈夫だって言ってるじゃん。私も清光もやる気満々だし、何よりこの腕はみんなの笑顔のためにあるんだから。そうかよ、だったら妙な心配させるなよな。うん、ふふーん。あ、そっか、復帰心配してくれたんだ。うっせ。二人とも、そこまでにしましょう。そろそろ行動開始の時刻です。さあ皆、隊列を組め。これから最後の作戦に突入する。お待たせしました、ご当主様。うむ。写しを貼れ。備えよ。これより、刃を討伐する。この戦いが人類の明日を決すると知れ。抜刀。やった、終わった。なせばなるって感じだね。私たち調査隊の手にかかれば、どんな荒玉にだって勝てるって気がする。無敵だよね。もう美穂ちゃん、今さら調査隊はないんじゃない？そうですよ、私たちにはちゃんとした部隊名があるんですから。部隊名？あ、そうか、そうだよね。
私たちの手にかかればどんな荒玉だって倒せちゃうよね。まったく、朝倉美穂の。あ、はい、ご当主様。バカ者、気を緩めるな。あそこまで育ってしまった荒玉だ。まさかあれが、こんなもので終わるわけがあるまい。なんだろう、この嫌な感じ。倒したはずなのに、嫌な圧迫感がありますね。むしろ、力を封じ込めていた器を壊してしまったような。あんくらいでこんなデカブスが死ぬわけないって、あたしら散々戦ってきて知ってるはずじゃん。あー、もう楽しみでゾクゾクするんだってな。あのね、小吹ちゃん、これで終わりに越したことはないのよ。だから変なこと言わないの。とは言っても、まだ倒せてないのは確かなのよね、ミリア。はい、生きています。間違いなくまだ生きていると私の目には確かにそう見えています。ミルヤが言うなら間違いないってことか。だったらさ、さっさとおいでよっての、アラダモちゃん。うむ、キトラの言う通りだ。こいつはまだ生きて。来るぞ、全都市構えろ。総力戦で風滅する。みんな、ご苦労だった。あの、今度こそ終わりなんですね。そうだ、これで脅威は我々の世界から。あれ、みんなの声が。ゆかり様、ゆかりご当主様、みんな。みほのちゃん、みほのちゃん。あれ、ここ寮？私の部屋？おはよう、みほのちゃん。おはよう、ちーね。ん？あれ？ちーね？みほのちゃん？どうしちゃったの？ぼーっとして。お姉さん、ちょっと心配かも。ああ。なんか同じこと言われた気がする。さっきの夢で。夢？うん、夢見てた。なんか見たことない都市の仲間と一緒に戦ってたよ。ゆかり様とかチーネとかもいた気がする。あれ、夢の続き？っていうか、あれれ、本物のチーネ？なんでここに？だってここ私の部屋だよ。そこからなのね。はい、ここは間違いなく美濃関学院中等部女子寮、朝倉美穂のちゃんのお部屋ですよ。私はほら、里帰り中なの。お父さんの実家がこっちだから、たまにはね。昨夜朝倉神社のおじい様に聞いたら、今はこっちに住んでるって言うから、興味本位で立ち寄ってみたわ。久しぶりね。私が長船に転校して以来だから5年ぶりかな。でもちゃんと私だって分かってくれて、お姉さん嬉しいわ。ちーね、変わらないな。っていうか分かるよ、覚えてるに決まってるよ。ちーねーのこと忘れるなんてありえないってば。そう？じゃあそれは信じとく。でもまさかみほのちゃんが都市になってるなんて思わなかったな。しかも
午前試合の校内予選3位だったんでしょ。すごいじゃない。まあね、準決勝でめっちゃ負けたけどね。カナミマジ強いわ。悔しいわ。補欠だわ。もしかして負けたの結構ショックだったのかしら。ホテル用意してもらえないわ。温泉入れないわ。エコムはと気分を入れ替えて。あ、そうだチーネ、美濃関学院初めてだよね。よかったらちょっとだけ案内してあげる。授業が始まるまでだけどね。案内するとは言ったけど、基本的にはチーネーの通ってる長船女学園とあんまり変わらないと思うんだよね。そうでもないかも。こっちは作刀課程や闘争課程がものすごく充実してるみたいじゃない。お刀の技術を再生伝承するためにどの道必要だから、それを学ぶ闘争課程は五家伝なら一応どの高校にもあるけど、こしらえを作る闘争課程が鞘師の他にも塚を巻く塚巻師、金具を作る創建金工や白金師、組紐職人、ここまで細分化して学ばせてる高校は多分だけどここだけじゃないかな。都知じゃない生徒が多いのは美濃関の特徴よね。ほら、うちの都知が装備してるお刀のこしらえは規格の統一された量産型が主流だから。だからこだわる都知はみんな美濃関や個人のこしらえ師に鞘とか塚とか鐔とかを特注してるの。知ってるでしょ、東京の青戸館とか。え、知ってたよ。あはは。本当は？ごめんなさい、知りませんでした。あ、でもつまりそれってまとめちゃえば先端技術の長船、伝統の美濃関ってことだよね。だいたいそんな感じでいいと思うけど、お刀に関する技術開発や伝承、こうやって比べると目的は一緒でもアプローチが全然違うものよね。なるほど。チーネ、勉強になりました。平身抵当、はは。いやいや、おさふねのお嬢さん、うちの取り柄は伝統だけじゃないですよ。確かにうちの学校は伝統を重んじますが、最新の研究だって行っています。お、服部先輩、おはようございます。こちらチーネ、私の幼なじみのお姉ちゃん。こちら都議士の服部先輩、コンピューターとかもいじる人。大雑把な紹介ありがとう朝倉。はじめまして、服部達夫です。ところでどうですか、都知による舞台運用のシミュレーターを個人が運用できるレベルに落とし込んだものがあるのですが、よろしかったら試してみませんか。あ、はい、喜んで。でもいいんです、私他校の生徒ですよ。もちろん技術は共有してこそですからね。ではこちらへ。とはいえシミュレーターとは言ってもバーチャルリアリティなんかじゃなくて、ただコンピューター上で再現するだけですけれど。紳士の服部先輩とかありえない、いつもは変態なのに。じゃあ朝倉、フィールドの設定は美濃関学院の道場、対戦相手は適当に都知の部隊を配置しよう。敵の連動は最低でいいかな。もっと強くて OK ですよ。私の指揮能力を見せてあげます。おいおい、大丈夫かい。そうよ美穂ちゃん、最初は簡単な方が。大丈夫、なせばなるだよ。ね、こんなのゲームみたいなものだし、意外となんとかなるものでしょ。あくまでまぐれではないと。じゃあまあそういうことにしておくよ。そうですね、そういうことにしておいてあげてください。うん、なんで二人ともニヤニヤしてるわけ。実力だよ実力。まあいいじゃないか朝倉。それはそうと瀬戸内さん、うちの学校ではあともう一つ
赤羽島の再生にも力を入れているんですよ。ああ、荒玉が落とすあれだよね、赤羽島って。錆びてるお刀。間違いじゃないけど大雑把ね。いえ、朝倉はこれくらいのお天気でいいと思いますよ。それが魅力ですから。とはいえ、我々時氏の立場からすれば、この赤羽島の再生は都知が荒玉を相手に戦うのと同じく命を懸けるに値する仕事です。現在の技術では玉鋼を新しく生産することができない以上、我々人類が新たなお刀を手に入れるためには錆びついた赤羽刀を研ぎ出し再生するしかありませんからね。そうですね。今赤羽刀の研ぎ出しを大規模に行えるのは綾野浩二武芸学者と美濃関学院だけですから。ってもうこんな時間、美穂乃ちゃん授業大丈夫？あ、本当だ。1時間目は人来日本史か。サボっていいかな？ダメです。それじゃあ私は美穂乃ちゃんのお部屋で待ってるから、ちゃんとお勉強してきてね。